のウイハとイスイのウイスピードーナッツ、イエーイ。えウイハロー、ミジサンジ所属アイドルライバーの本物じゃん。ウイハです。ありがとう、本物じゃん。はい、おはぴー、2時3時所属の北小路水でーす。よーヒスピー。はい、というわけで本日2時3時ラジオ体操部2時ライブ健康企画な、ついに7日目、こちらのね、ドーナツの2人が本日は来てくださいました。ありがとうございます。はい、ドーナツだと肝心なとこなくなっちゃってんの。そうだね、ウィスピードーナツか。ウィスピードーナツか。いや、こんな、ふわさんお久しぶりですね。あ、もうウーちゃんマジ俺最近喋ってなかったからめちゃくちゃ、そう、それこそマーユと一緒に謎解きとかやったぶり。いや、そう、なんかマイクラでね、結構ね遊ぶ機会はあったりするんだけど、まあ、うん、そうだね、あそこ本当に1年ぐらい経つんじゃない、ワンちゃん。今日本当お話できて、久しぶりにお話できてよかったです。あ、2回やった、いいね、ありがとうございます。なんかでも若干声変わった。あ、今日ちょっと寝起きで調子が悪いんですよ。あ、まあ寝起きはね、そうなるわな。起きれたよね。いや、すごいね。だってヒスピーがその一緒になんかやり取りして、今日朝行こうかって話してくれてたんだ。そうそう、10回くらい、10回以上電話かけてよく起きてくれたよ。あ、いや本当に、滑り込み。ヒスイピがいなかったら起きれなかったと思った。そうだね。そうですね。そうだね。それ以外だとマジでないと思うんだよね。絡みが。初めまして。いや、そうなんですよ。ですので、ちょっと自己紹介、僕にも向けて、視聴者に向けて、ちょっとお願いしてもいいですか、まず。あ、ソロ用の。北小路、おはぴー、北小路水です。よろしくお願いします。アメクーと大人になって、今日は大人の姿です。どうもよろしくお願いします。おはぴー。おはぴー。おはぴーなの。ありがとうございます。じゃあ、はい、あ、こちら、お願いします。はい。あ、ウィハロー。二次三次所属アイドルライバーの相葉ウィハーです。かわいい。いやー、かわいい、マジで。こんな雨の中、寒くないかい。いや、もう全然雨私好きなんで大丈夫ですよ。行ける方なんだ。あー、よかった、よかった。雨の日って意外と結構お散歩とかすると街並み変わったりとかしてて、あ、結構好きなんですよね、お散歩するの。景色見るの好きなんだ。まあでも濡れちゃって結構ペッペッペッってなっちゃうんですけど。あ、可愛らしいってとこ出てるね。口に入っちゃうもんね。そっかそっか、まあ、そうなったらね、ちゃんとペッペした方がいいわな。うん、うん、すっごい動いてたもん。そうなんですよ。俺もこれが限界だからさ、やっぱ一旦、うん、心めっちゃ動いてんだけど、まあやっぱいつかそのクラスに立てたら、ああ、あ、いや、俺なんか足らかんの？え？おい、一瞬なんかうーちゃんの手が4つに見えた。あ、すごい。あ、生えてる。気のせいか？あ、球体離脱？ごめんなさい、第二形態が。あ、第二形態。出ちゃった。ブルーズやばくね。ブルーズやばいな。ちょっとまだ返信残してるんですけど。あ、大丈夫です。あ、まだ一旦、まあ、残してることは隠さないんだ。